真っ白なんだよ。いや、まあ盛り上がっていこうとは言ってもですね、次はなんと、謎解きの時間がやってまいります。そう、謎解きの時間でございます。いやこれ楽しみですよ。皆さん、全員参加型の謎解きが始まります。ぜひね、お楽しみください。はい、それではスタートしていただきましょう。いいよ、言って。菅野秀樹さん、どうぞー。イエーイ。青春不良。マイクテスト、マイクテスト。歌います。嘘です。謎解きリーディングライブ、おもちゃ城の秘密。俺こと本宮優は至って普通の高校生。そんな俺はある日突然おもちゃたちが自由に動き喋る、そんな摩訶不思議な世界、おもちゃ城に囚われの身になってしまった。この非現実的な世界から抜け出すためには、おもちゃたちが次々に出題してくる謎を解かなければならない。来てからどれだけの時間が経っただろうか。俺は今第9の問題を解いた。俺の中でこのおもちゃ城の秘密は解けつつあった。だがまだ解けてはいない。俺のこの思いを確信に変えるべく、俺はこれから第10の出題者に挑戦する。必ずこの世界の全ての謎を解き明かしてみせる。割とね、皆さん割と元気ですね。もうちょっともう一回ぐらい言っときますか。早い。言うてからにしいや。言うてからにして、まだ早いよ皆さん。皆さんこっちがね、俺がね、こんばんは言うたらこんばんはって返してみてくださいね。いきますよ。こんばんは。なんかね、まあ、うるせえ。はい、というわけでですね、改めまして皆さんこんばんは、菅野秀樹でございます。どうぞよろしくお願いいたします。いや、今日ね、まあ、散々言われている通りですね、メンズが多いということで、いや、もうむさっ苦しい中ですね、この、ね、地下にね、閉じ込められているわけなんですけども、いや、本当、女性客の皆さん、本当にありがとうございます。癒しでございますね、本当にありがとうございます。メンズの出演者が多いのにね、なぜかね、女性のお客さんそこまで多くないっていうのは、これどういうことだ。どういうこと。え、みんなもしかして、まあ、この話は置いておきましょう。というわけでですね、改めまして私菅野秀樹がお送りするのは、謎解きリーディングライブおもちゃ城の秘密というわけで、他の出演者と違ってですね、歌ったりはしません。申し訳ございませんね、なんですが、おい進まねえだろ。ただでさ今菅野さん押してるんでどうにかしてくださいって真顔で言われたばっかりなんだけど、静かにしとけよ。おい、聞け、聞いとけ。おい。はい、というわけでですね、ルールを説明させていただきます。これから私がお送りするのは、謎解きゲームでございます。ここにいらっしゃる皆様、会場にお越しの皆様全員で力を合わせて私が出題する謎に挑戦していただきます。その謎ですね、これから、皆さんにお配りして、制限時間7分30秒の中で7分30秒以内にですね、その問題を全て解き明かしていただきたいと、そういうわけでございます。問題をクリアして、答えが合っているとストーリーが進み、この先のストーリーが進むという、そういった設定になっております。今回ですね、まあ、皆さんに協力していただくというわけで、ちょっとですね、グループをね、4つぐらいにちょっと分けたいんですよ。なので僕は勝手に独断と偏見でその4つのグループを決めさせていただきたいと思います。こっからこっちのなんかその辺が1グループ適当だね。ちょっとまとまっといてください。本当にちょっと今のうちちょっとまとまっといてください。まとまる気ゼロかお前ら。やる気ねえな、本当にね。ちょっと皆さん協力してくださいよ、ね、おー、やる気満々ですね。もうぜひお願いします。じゃあいいですよ、もうそんなね協調性のないやつらだな。まったくもう
こちらからですね問題、まあ1個大きな問題が1つあって、そこから小さい問題が4つ出ます。その4つの問題をどうにか、まあ皆さんで先に解いていただいて、その4つの問題をもとに大きな最後の問題を解いてほしいと、そういう形になっております。では先にですね、もう時間もない中なので、4つの問題配っちゃいます。後ろの方でも見えるようにしてください。じゃあまた1個、じゃあ皆さん協力してこの問題解くと終わってくるね。いいですね、そういうの大事です、そういうの大事です、そういうの大事ですよ。さあというわけで今、4名の方にですね問題をお渡ししました。近い方ですね、近くにある問題を覗き見してみてください。その座を挑戦してくださいね。というわけで今回、元具優くん、主人公元具優くんが出会ったのはスーパーという名前のスーパーという名前のですね、ヒーローフィギュアでございます。そのスーパーから、先にまあ皆さんに一言あります。いや、よくここまで来たね、ずっと待っていたよ。僕はスーパー覚えているかい。昔流行った戦隊もの、君はよくポーズをとっていたね。懐かしいな、ごめんね、長いこと君を試してしまった。君が本当におもちゃに対しての愛情をまだ持っているかを僕が代表して最後の試練を、させてもらう。これが解けたら君を出してあげるよ。いつもやっているように最後にポーズをとるんだぜ、というわけです。さあでは、ここから7分30秒も問題を渡っています。近くの方はその謎を挑戦してみてください。それでは参りましょう。制限時間7分30秒、この謎を解き全ての謎を解くんだ。いくぞ、ゲームスタート。ゲームスタート。ゲームスタート。ですね、近くにある問題、皆さんぜひ目を通して挑戦してみてください。分かんなかったら、いろんな人の力を使ってですね、この後挑戦してみてください。はい、頑張ってくださいね。この今渡している4つの謎、この4つの謎を解いて、その出た答えを合わせてみてください。その答え4つ合わせることによって、何か1つの手がかりを見つけることができるはずです。必ず何か法則性があるはず。その法則性を見つけることができれば全ての謎を解き明かすことができるはずです。頑張ってみてください。さあ近くの謎、気になる場所に行って気になるその問題解いてみてください。分かんなかったら全く知らない人でもごめんなさい、助けてくださいっていう形でね、どんどん皆さん協力していってくださいね。協力しないと、どん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 時間がなくなっていって、どん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 時間が押していって、どん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 僕が怒られることになってしまいます。皆さん頑張ってください。皆さん僕のためにですね、早く問題を解いてくださいね。僕のためにね、押せば押すほど、ここにキラキラした目をね輝かせてね、僕の方を見ているこっちのお兄さんがですね、なんとここの声のスタッフさんなんですけど、後で怒られることになっております。ちょっとね、僕も疲れてきましたのでね、だんだんね噛み始めちゃいますので、さあ頑張ってください、頑張ってください。今回はねちょっとね難易度が高めに設定されていますので、ヒントが欲しい方は僕がねヒントをねパパパッとでいっちゃいますよ。あ、欲しいのかな、ヒントが欲しい、この問題ですね。ある合計です。どういう風な、どうにかその数字を区分けしてってみてください。その区分けの中で足していくと、あっていうのが気づけるかもしれませんね。4枚連動してますか。4枚連動してますよ。頑張って謎解いてみてください。ヒントが欲しい方は手を挙げてくださいね。時間ないですよ。はい、はい、その問題はですね、一番上の左上から横に読んでいくと何か見えてくるかもしれませんね。解けた。さあ1問解けました、1問解けました。4つのうちの問題1つが解けたようです。あと3つ頑張ってください。解けた、ヒント、ちょっと問題見せてください。ごめんなさい、ありがとうございます。はい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 、それですね、その、四角い枠よく見てください。何かその四角い枠、残り時間5分なんですけど、5分もやってたら大変なことになってしまいます。皆さん頑張って解いてください。その先ほど言ったその枠の中に何か一つありますね。何かありますね。なんか矢印みたいなの見つかるかもしれません。その矢印、記号のヒントをください。記号のヒントどれだい。記号のヒント、そこの記号の問題は、左上の、一番上の左から右にだんだんと読んでいくと何かの法則線が見えてくるはずです。必ずどういったかの順番になっているのではないでしょうか。さあ、あと1問は1問解けた、そこで1問やってる、そこに1問ある、もう1問はどこ、そこにある、そこのやつは矢印かな、矢印、解けそう、
そうだよね、その矢印はですね、そうだね、まあ法則性があるんですけど、矢印それぞれなんか上、右、左、下あると思います。何個ずつあるでしょう。やべえな、難易度高くしすぎたな。ただの僕のトークショーみたいになってますけどね、本当にね、ありがとうございます皆さんね、今日はお越しいただいて。いやー、こんなね、今日ね3連休のね中日というわけでですね、皆さんね楽しんでいらっしゃいますでしょうか。はい、これヒントですか。ヒントをさっき渡して、あ、これ溶けた、溶けたらしいですよ。これも溶けてる、これも溶けてます、これも溶けてます、これも溶けた、これ溶けた、溶けました。さあ今2問溶けてます。あと2問です、あと2問。あ、1問 OK、 あ、1問 OK、 溶けた。 あと1個、あと1個、頑張ってください、頑張ってくださいね、俺のために頑張ってください、頑張ってください。焦ってないですよ僕、全然焦ってないですね。このタイミングで、あー、やばい、音楽が変わりましたね。音楽が変わったってことはだいぶもう制限時間も残り少なくなってまいります。四角い枠の中、中というか外に矢印が1個だけ存在するはずです。その3、残り時間3分、残り時間3分です。さあ矢印がありますね、矢印、その矢印どっち向いてるでしょう。その方向に何か文字読めないですかね。いいですか、その言葉を見つけられただけでは全ての答えは分かりません。この4つの出た答え全てを合わせると何か見つかるはずです。あ、いいね、このね、みんな必死になってる感ね、楽しいね、見てて楽しいんですけどね、一番必死になってるのは僕です。イエーイ、イエーイ、頑張ってみんな、頑張ってみんな、頑張ってください。分かんない、矢印は見つけられましたか。矢印がありますね、矢印の向いてる方向にだんだんと言葉読んでってみてください。その方向にそのまま言葉を見つけるだけで大丈夫です。言葉を見つけられたら最後にこの4つの答えと合わせてください。さあ答えが分かっている人たちはできるだけ情報を共有して、今こういう答えが出てますよ、どうにか合わせてみてくださいっていう感じで答え進めていってください。だんだん時間なくなっていきます。矢印の右、矢印の右を、さあこれは、これは赤いやつ、赤いやつじゃないですか、もしかして。やばい、これやばいですね、やばいです、かなりやばいですね。残り時間1分、残り時間1分。あのね、あの僕あのこの形式にしてから今回3回目なんですけど、残り1分まで来たの今回初めてですね。どうしようかなって今すごい悩んでます。どうしようかな、問題をね、こう、まあ、作って、あの一緒に協力して作ってくれてる人間がいるんですけど、そいつと一緒に、まあ、作りながら、これも難しいんじゃないかなと思いながらねやってたんですけど、出た、9の矢印した、9 7 6 5 4 3 2 1、ゲーム終了でーす。トラックの2を流してください。はい、ありがとうございました。うわー、解けなかった。うわー、マジか。いや、ちょっと待ってくださいね。あの僕大体あの皆さんに頑張って解いてもらう形式を取ってるんですけど、今回皆さん解けませんでしたということで、これを、あ、僕はこの言葉を用意してました。解けないでやんのざまはい、というわけでですね、今回あの謎解きリリーグライブ、残念ながら皆さんストーリーを進めることができませんでしたので、今後の展開を読み聞かせることができません、残念ながら。はい、
時間もですね、だいぶない中なので、この問題もあまりにも、おい聞け聞け聞け、最後までこれだけは聞いてくれ。この今挑戦していただいた問題ですね、もうどうしても、いやもうちょっと悔しい、このままでは俺は帰れない、この後のライブ盛り上がれないです本当にみたいな方はですね、この場は一旦ごめんなさい、本当にこれで終わりますので、会場内にいる僕のところに本当にあの問題どうなってるんですかちょっと教えてください、難しすぎるんじゃないですか、バカなんですかっていうことを言いに来てください、ありがとうございます。めっちゃやってるやん、ちょっと問題回収しますね。はい、まさかの展開でございましたが、もうこれ以上僕の時間を取ることはできませんので、ぜひとも皆さん菅野秀樹に声をかけに来てくださいというわけで、改めまして謎解きリーディングライブ、こういった謎解きゲームさせていただいております、またぜひ僕の謎を挑戦しに来てください、ありがとうございました。